身長が低かったんだな。おい、オイラは飛べるから身長は関係ないぞ。ところで彼女少し変わってないか？おでこに札があるし、まさかキョンシー。ふぼくろへようこそ、ナナだ。ナナは一度死んだ。仙人に助けられた。だからキョンシー。だとこんなのありえないよな。それでお嬢さん、ここに衛生光はあるか？処方箋は持ってきた。衛生光なら処方箋はいらないと思うが、病とは関係ないからな。処方箋があれば薬用意できる。これはナナが自分に下した勅令。キョンシーを動かすには勅令が必要だ。しかしなぜかこのお嬢さんは自分で自分に勅令を下しているみたいだな。処方箋はないが衛生光を用意してほしい。あれ、急に協力的になったな。でもナナを手伝ってほしい。その方が公平。店員が客を手伝うのは不公平なことだったのか？構わん、こういう対等な関係も悪くない。リーゆえにおいて取引の真髄とは相手の立場に立って考えることだ。じゃあ天空山に行って奇襲機を使ってココナッツ羊を飼ってほしい。奇襲機、彼女が言ったものに俺は聞き覚えがある。奇襲機は昔仙人が天空山の上に建てた土法で、機関術の産物の一つだ。場所は天空古城園の間にある。自動的に巨大な魔物を迎撃するため外からの脅威を防げるんだ。勝利は本当にリーユエのことに詳しいな。そうでもない。例えばそのココナッツ羊なるものは聞いたことがない。ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。それだけ？うん、ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。見た目はわからない。どこにいるかわからない。なんでいるかわからない。まあいい、まずは奇襲機の周りを探そう。もしかしたらそこに手がかりがあるかもしれない。ココナッツ羊、どんな生き物なんだろう。こんなに大きいのか。さすが仙人が残したものだな。でもどうやって使うんだ？動かすのにどんだけ力がいるんだよ。今は動かせない、壊れているからな。え、これ壊れてるのか？千年もの時が経っているからな。たとえ千人の道具でもボロが出てくる。じゃあどうすりゃいいんだ？勝利、早くいつもの上流階級の豆知識で何とかしろよ。ん？俺を何だと？芝居と鳥の鑑賞以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。そうだな、奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。
俺の知識が正しければこの古城園の中に当時の備品室があるはずだ。そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば修理も難しくないだろう。ってことは勝利はその原理を知ってるんだよな。少しはな。材料が十分に集まったら試してみよう。これだけ予備用の材料があれば事足りそうだ。修理してみるから少し待っててくれ。完成だ。奇襲機の構造は思ったより精密だったな。おお、それでどう動かすんだ？簡単だ。こうしてこうだ。ほら、望遠機能もついているぞ。ここにもいない。おい、何してんだ。これはこの大弓を直したのか。何勝手な真似をしてやがれ。大弓ではなく奇襲機だ。それから質問をする前にまず名を名乗れ。それが見てわからないか。俺たちは宝刀団だ。この辺りにお宝が隠されてると聞いてやってきたら、この機械の大弓が厄介でな。この間も山に入ったら兄弟がこいつに串刺しされそうになる始末だ。俺たちが命がけでこいつを破壊したってのに、ちょっと目を離した隙に直しやがって。お前ら許さねえ。痛い目に遭わせてやれ。私欲のために仙人の知恵を汚すとは。お前たちには教訓が必要なようだ。食らってみたいか。この瞬間お前はお前物分かりの悪い奴らだな。
ああいった輩のせいで心を乱すのは損だぞ。七条との契約に集中しよう。のう、そうだな。それで奇襲機を直したのはいいけど、先ほど奇襲機を使って探してみたが、この付近にはよく見る野生動物の他に注意すべきものはいなさそうだ。反戦の獣なら仙人の道具を用いれば探しやすいはずだが。どうしよう、もう修理したんだし、そんなこと言うなよ。このままここで考えていても拉致が開かない。ひとまず不墓黒に戻り、ココナッツ羊が見つからなかったことを告げ。そうだな、オイラたちだって力を尽くしたもんな。